はい、青木拓磨です。今回はですね、箱根ターンパイク大観山に来てます。そして今回はですね、ゲストとしまして平島夏美さんを紹介します。はい、YouTube のチャンネルの平島夏美です。ありがとうございます。初めてですね、 YouTube での初めてです。 YouTube ありがとうございます。今回は一緒にこの SSP に、はい、お手伝いをしてくれるということで、じゃ参加させてもらいます。サイドスタンドプロジェクト初めてなので楽しみです。本当ですか、はい、僕は袖ヶ浦とか、はい、鈴鹿サーキットとか、まあ、そういったところでですね、その車椅子の人がバイクにもう一度乗るっていうね、こういうね、活動にアドバイザーとして僕もやらさせて、はい、参加させてもらっています。はい、で、まあ、今回は、ね、箱根で初めて僕が参加するんですけど、はい、どうですかね、まず。いや、このターンパイク箱根を走るってめちゃくちゃ気持ちいいんじゃないかなって思います。あ、そうですよね。だから僕もね、今日はカンナムっていうね、はいはい、3人で来たんですけども、うん、まあ、なかなかね、面白いコースだなって思うんですよね。かなりさっき走るよりも自然のバインディングを走るっていうのはそう、2輪で僕ね、実は走るの初めてなんですよ。そうなんだ、ね、はい、怪我をする前はあんまりバイク乗ってないかなって行動で、ただこうやってまたバイクで歩道を乗れるっていうことだったんですごく楽しいです。そして今回はこの SSP のターンパイクを走る上でですね、はい、警察の方、白バイの方に来ていただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。安全運転で行きたいと思いますので、あんまりこう行ったら、まあ、ちょっと現役時代思い出しすぎないでください。公道を走るツーリングライダーの気持ちで、はい、ありがとうございます。頑張ります。頑張るところ、頑張らないで、頑張らない、ツーリングライダーは頑張らないで、はい、頑張らないで、どの子を座れる方は、それではレッツゴー。今日乗るバイクはこの CBR1000RRR です。このマシンはですね、もう言わずと知れた、はい、ホンダのスーパーフラッグマシンというふうな形になります。今日はこのですね、 CBR1000RRR を乗って初めてこの箱根ターンパイクをですね、攻めていきたいと思います。来ました。見たくないやつです。バックミラーで見えたら焦るやつですよね。焦るやつやね。焦るやつね。ちなみにどういう音がするんでしょうか。音出してくれるんですか。いやー、すごいですね、これは。これはどのぐらいも乗られてるものですか。何年ぐらい。私で、バイクのあれですか。バイクです。あ、バイク、はい。これ平成26年です。あ、8年、9年。8年、9年ぐらい。年間どのくらい乗られてるんですか。年間1万キロ弱ぐらい走れれば。あと、ご自身でもバイクって乗られてるんですか。通勤用の。あ、通勤用の。あ、なるほど、そう、スクーターなんですね。え、どこ？え、おお。おお。そこまで白にしてるんだみたいな。あとなんか普通のその CB とは違うところってあったりするんですか？基本一緒ですけど、若干多分ミラーとか、うん、この辺の横のデザインが若干気に性ですか？ハンドルの位置とかも高くなって。お、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。よろしくお願いします。すべき第一歩目っていうんですかね。はい、皆さん。今まで SSP のサイドスタンドプロジェクト第1陣が始めます。さあ、やるぜ箱根ターンパイク1本目スタートしていきます。どうぞ皆様、大きな拍手で、大きな手で、ですね、手を振っていただいてお見送りください。
はい、入りました。でお送りください。
します。プレゼントということでクッキー、フィナンシェなど、いただいておりますので、どうぞ皆様本部テントにお越しください。何気に行動始めるよかった、雨降らんで、なんかでももうフィールドが曇っちゃって曇っちゃって、たくまさん、お疲れ様です。さあどうぞ大きな拍手でお送りください。いってらっしゃい。
いいね、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 いいね。さあ、鳴らせ。さあ、鳴らすんだ。白バイ鳴らすんだ。白バイ鳴らすんだ。横を向いて、ちょっと横を向いて。ああ、鳴らせなかった。いいね、並走がいい、並走が。煽り運転、煽り運転めっちゃ煽り運転。どうやって走ればいいかっていうのはよくわかるんだけども、やっぱり行動だとね、この先に何があるか、落ち葉がさあるかとかさ、なんか不確定要素なことがいっぱいあるでしょ。荒いです、ね。荒いし、ワインディングにしては綺麗です。北の方行くともっと荒れてる。北？はい。北ってどの辺？あの雪が降る地域。皆さん、まあ、今回俺もこうやってね、あの車椅子の人たちがまたね。はい、行動で、これでまあ私有地というのもね、今回は完全な貸し切りで、ね、はい、ここでやっていたわけですけど、まあ、こうやってやっぱりもう一度そのバイクに乗るっていうことっていうのは、なんかね、すごいやっぱり人生のスパイスじゃないけど、なんかもう、あ、自分はまずできるんじゃん、できるんじゃんっていう、なんか改めて、感じたかな。今回のこのですね、動画面白かったなと思った方はですね、ぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。そして走りなっちゃんにもよろしくお願いします。登録、はい、さあ走行スタートとなりましたね。さあ行ってらっしゃい。さあ走行スタートとなります。皆様大きな拍手でお送りください。行ってらっしゃい。